ルのお笑いでございます。あらま。ああ。イカにやられたんだ、ゲソに。もう完全に上半身と下半身が怪物によって引きちぎられたんだ。あ、バゲチャビ。これアビテールから煙が出てあの死体に繋がったっていうのは、この二人は何か関係性があるのかな。あ、なんかヤギみたいのが、動物みたいのがいるね。なんか銃を投げてる。どっちかが投げてどっちかが取ろうとしてるんだな。こいつが投げたのかな。これが取ろうとしてるみたいな感じかな。こいつね。入れ墨がすげえな。人物は誰だかわからない。安否情報はわかる。体引きちぎられてるから。あ、身体切断。これだね。何者かもわかる。あ、怪物。怪物だね。恐ろしい怪物に体を切断されて死亡した。このナルト男。ナルト入れ墨男って覚えよ。ナルトマン。あ、またブルブル。このブルブルは、手がブルブルしてんじゃなくて、懐中時計がブルブルしてんのかな？バイブレーションか。ん？おう、ああ、さっきと同じね。あの死体か。この白いの。またこいつの、あれか。はい。またエクソプラズムか。この男からまた続くのか。これをたどって。これは爆発してるってことか。火薬を投げたってことか。さっきの人はこの爆発で死んじゃったってことか。爆死したってことだね。ああ、なんかもう落ちる瞬間。あ、これさっきの入れ墨、なんだっけ、ナルトマン、ナルトマン。まだ真っ二つになってないんだね。すごい船が傾いてるな。これでも、今助けるぞっつって、火薬投げろって言ったから、助けようとしたんだけど、捕まってるやつが、いや、森井のことはいいから火薬投げろって言ったってことなのかな。これ60人いるんだよね、全部で。大変だ。先は長いな。人物はまだ誰だかわからん。顔もぼやけてるね、まだ。死因は、まあ、爆死とか、焼死とか。爆死ってあるのかな？焼死。あ、爆死あるな。爆発に巻き込まれて死亡した。そうだね。ここに映ってるね。4人。んで？あ、通常モードに戻りましたね。
とりあえず何もなさそうなので現在に戻りましょう。結局あの煙の連鎖は何だったのか分からなかったな。いずれ分かんのかな。この人やったでしょ。交番上は大体調べたんじゃないかな。一番初めの死体。んで、あ、階段、下か。階段降りてみよう。砲台がたくさん。この船は商船って言ってたけど、こう、砲台をたくさん積んだ船なんだね。まあ、海賊とかに襲われるからかな。ああ、死体。こいつから調べてみるか。うん。ああ、船が傾いて、砲台に挟まっちゃったんだ。この章は破滅だから、たくさんの人が死ぬのかな。ちょっと中を探索してみるか、奥の方。だいぶ傾いてるね、船が。こっちの奥の方は？ああ、まだ人がいるね。ああ。この人も上半身ないね。なかなか、グロいね。この人物は誰？死因は？誰かはわからない。死因は圧殺だね。うん。圧殺大砲だね。大砲に押しつぶされて死亡した。スケッチ内に肖像あり。うん、この人だね。まだぼやけてるね。ああ、またブルブル。薬やってるて。あれか。白いの。あれ、さっきのあれか。上半身がない死体。エクトプラズム。この圧死した人から上半身のない遺体につながる。よし、行ってみよう。わあ、何？大砲？導火線に火がついちゃったんだ。うへえ。こりゃ人たまりもないな、こりゃ。吹っ飛んじゃったんだね。上半身が。どうやって火ついたんだよ、これ。イカを撃とうとして、火をつけたけど、砲台が傾いちゃったってことか。あ、こいつ終わりだ。あれ。あ、なんかできる。なにこれ。ん？人物にズームした状態で手記を開くと、スケッチのページを直接開くことができる。へぇ。知らんかった。なるほど。あ、ハゲチャビン。ゲーハービンチャ。
あれ二人？二人いるの？なんで二人いるんだ？上半身がないからわからないよな。二人巻き込まれて死んでたってこと？それとも、一人が死んでて一人はそばにいたやつと、でも死因はだからわかんないな。わかんない、ちょっと。ああ、またブルブルの続きか。まだまだブルブルは続くのね。うん。ああ、ここにいるな。どんどこ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 。この砲台で上半身がない遺体から、また続くわけね。この連鎖はほんとわかんないな。なんなの？順番か？ああ、うん？撃とうとして、イカに襲われたのか、足に。さっきのシルクハットの人じゃない？この人。ということは、この人がさっきの上半身撃たれ、暴発して、上半身がなくなった人か？そうだね。これだって話が遡ってるわけだから、これが起きた後に、そっか、導火線に火をつけたんだけど、それが消せきれなくて、暴発したってことだもんな。まあ誰かはわからないけど、まあ死因は襲われたわけだよね。怪物に圧殺かな。恐ろしい怪物に押しつぶされたと。まあ大砲というよりは怪物だよな。ゲソに巻かれてたからな。あ、じゃあシルクハットのやつも後で、多分あいつだろうな。とりあえず調べ尽くしたかな。また現在に戻ろう。はい、戻ってきました。で、最初のアビゲールのショーのところで、周りでまだ、調べてない人がたくさんいたと思ったんで、ちょっとアビゲールのところ行ってみましょう、もう一回。うん。調べてないよね、まだ。調べてない人いるはずなんだよ。うん、この人とかも、調べてないでしょ。確か。この人も不明だよね。ああ。で、こっちも調べてない。この人は、不明だね。このおばちゃんなんか全然知らないもんな。不明だよね。で、もう一人後ろのおばちゃんかな？おばちゃんっていうかお姉さんというか、おばちゃんか？不明だね、不明。あとは、この人は？そう、不明。あ、この人たちもか。この人は？あ、シルクハットか？違うか、不明か。これも不明。うん、こんなもんか。